はい、皆さんこんばんは、いちともです。ショッキングなことが起きました。まあ、タイトル通りなんですけど、ちょっと緊急で動画を回しております。はい、まあ実際見ていただきましょうか。はい、例の先輩のパキプス、こんな感じで終わりました。なんか芽吹きはあったんですけど、急激に枯れてって、なんでこんなに数が減る、芽吹きの数が減るんだろうっていう感じで見てたんですけど、で午前中っていうか、まあ日中は日向ぼっこさせて、今日差し結構あったかいんでガンガン日当ててたんですけど、で夜は30度40度に上げて、まず鎖は出ないっていうか、まあもう絶対1週間経ったら芽吹きが始まるだろうっていう感じで管理してたんですけど、芽吹きが全然成長しない、なんでやろうと思ってたんですけど、ちょっと枝全部落としてしまって、中見たんですよ。そしたらもうこういう空洞が出てきてるんですよね。まず見えたのがこれです。ここを切ってこうあったんかな、ちょっとノコのあれで大きさがだいぶ変わってるんですけど、こう切ってって、うわここまで来とるって思って、もうこれ成長無理やなっていう、まあ上の方の成長点は無理やなということで切ってったら、こんな感じでカビが生えてるんですよね。空洞この組織のこう分かれてるんですよ。で肌はもう緑で綺麗だなって思ってたんですけど、まだ大丈夫かなって思ってたんですけどね、中の方がこんな感じで腐ってましたね。こうやって取れるんですよ、この中の組織と皮、形成層が。匂いもまあまあしてまして、残念な結果に終わっちゃいました。一応先輩に謝罪の連絡入れたんですけど、これはもしかしたら藤岡ちゃんの動画で見たら分かるんですけど、8ヶ月前ですかね、今から2月くらいの動画に上がってるんですけど、それと同じ株で、その時に治りが進行、まあ、治らずにその症状が進行してったのかなっていう感じですね。まあ、僕の管理っていうことは間違いないんですけど、こんだけ一気に成長変わるって、温度かけ出したら成長変わるっていうのは、もうダメージが来てたんじゃないかなっていう感じですね。申し訳ないですね。根っこは全然大丈夫だったんで、もし水切りした時に上の方もチェックしてたらこんなことなかったのかなと思うんですけど、かもう手遅れやったかどっちかわからんですね。またちょっと先輩に買っていただいて、今年の冬には挽回させていただこうかなと思っております。はい、一応インスタの方で、まあ以前僕が販売してた時にグラちゃんとか、何買っていただいたかちょっと覚えてないんですけど、多分グラちゃんだと思うんですけど、その方が結構大々的にパキプスを販売しておりまして、この人のハーブ欲しいなって思ってたんですけど、なかなか機会に恵まれず、で形も好みのがなくて、だんだん、はい、日にちが経ってってっていう感じで、まだ継続的に入荷されてるみたいなんで、その方の株をちょっと先輩に選んでいただいて、もし好みの形があればこの冬管理させていただこうかなと思っています。はい、ヒーターもガンガンつけてたんで、多分電気代的には3000円くらい、電気代もまあまあかかってますし、時間も先輩のパキブスもロスとしてます。やっぱり鮮度命ですね。結構重いんですよね、まだこれ重くて、まだ大丈夫そうなら先輩が持って帰りたいと言ってたんですけど、もうここまで来たらもう絶対できないんですよ。絶対もう発根しないですね。くっそー。ということで先輩の株こんな感じで終わりました。申し訳ないです。パキプス買う皆さん、ぜひ半年以内に発根しなかったらこういうことがありますんで、はい、だいたい4ヶ月5ヶ月くらいには遅くても出ると思うんで、もし出なかったらそういうことだと思ってください。中身見たら絶望しますね。絶望しますけど、中身切ってみんとわからないですし、進行も止まらないかもしれないんで、まず絶対最初に疑わしいところの株がないか、傷がないかとか、傷がないかとか、軽くないかとか、まあ、いろいろ YouTube とかでも宣伝、なんか
情報で回ってますんで、それ参考にいただいて、しっかりしたお店で買っていただけるといいかなと思います。はい、先輩のパキブス復活できなかったんで、それの報告動画です。ご視聴ありがとうございました。